ウカシュ・ピシュチェクは、ポーランド・チェホビツェ・ジェジツェ,ェ出身の元サッカー選手。元ポーランド代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ポーランド・ビエルスコ・ビアワ軍・チェホビツェ・ジェジツェ,ェに生まれ、ゴツァウコビツェ・ズドルイで育ったピシュチェクは、7歳の頃から、自身の父が指導する地元の LKS、ゴツァウコビツェ・ズドルイで、フォワードとして、キャリアを開始し、 2001年に入団したグアレクザブジェでは2003年に国内のユース選手権で優勝を果たした2004年に UEFAU-19 欧州選手権でトルコのアリオズトルクと共に得点王となるとドイツ一部のヘルタ・ベルリンへ引き抜かれすぐに母国のザグウエンビエルビンへ貸し出されて2004年10月16日の GKS カトビチェ戦で 初出場にして初得点を記録した。最初の3シーズンは、同クラブで研鑽を積み、2006から07シーズンは、たびたび、センターフォワードで起用されつつ、左ウイングのレギュラーとして、右ウイングのボイチェフ・ロボジンスキ、CF のミハル・ハルビンスキとの3トップを中心に、弱小だったルビンを、リーグ制覇へと導いた。なお、このシーズンのピッシュチェックは、 ハルビンスキーに次いでチーム2位の11得点を挙げている。ヘルタ・ベルリンヘルタ・ベルリンでのピッシュチェック2007から08シーズンから保有元のヘルタへと復帰し、2008年4月26日のハノーファー96戦で初得点を記録した。復帰当初はなかなか定位置を確保できず、また翌2008から09シーズンは 最終的に手術する股関節の問題から前半戦のほとんどを逃し2009年2月にチームの練習に復帰するの3月に膝を継承する苦しいシーズンが続いていた4月にリーグ戦へ復帰を果たした当初は守備的ミッドフィルダーあるいは左サイドハーフで起用されていたが右サイドバックのレギュラーだったソフィアニシャヘドの長期リーダー追行 なかなか穴が埋まらず、また、当のシャヘドがその後に復帰するの調子が戻らずにいる。厳しい台所事情だったために、苦肉の策として、急遽、リュシアン・ファーブル監督によって、右サイドバックに転向されたところ、本職ではないにもかかわらず9大点以上の働きを、見せ、シーズン終了まで、定位置確保に成功すると、2009から10シーズンに、 フリートヘルム・フンケル監督就任以降も引き続き右、サイドバックの中心選手として活躍した。ボルシアドルトムント・ヘルタ・ベルリンの二部降格に伴い、2010年5月19日に自由移籍でボルシアドルトムントと2013年6月までの3年契約を締結した。2011年7月26日に契約を2016年6月まで延長し、 9月24日のアウェーでも1、FSV マインツ05戦で、試合終了間際に、ボレーにより決勝点及び移籍後初得点を、記録した。ドルトムントでも右サイドバックとして、守備に加えて攻撃力から、ユルゲンクロップ監督をはじめとしたクラブ首脳陣から、賞賛を浴び、リーグでもトップクラスのサイドバックとして、活躍を見せている中、 UEFA チャンピオンズリーグ2012から13、決勝後の2013年5月22日に、慢性的な腰の手術を発表したことで、最大5ヶ月の離脱が決定し、11月23日の、バイエルン・ミュン編戦で、スベン・ベンダーに代わり途中出場で復帰を果たした。2021年4月30日に2020から21シーズン終了後ドルトムントを、 契約満了により、対談、現役を引退することを、自身の SNS サイトで明らかにした。ポーランド代表として2007年2月3日に、親善試合のエストニア戦で代表デビューを飾る。UEFA ユーロ2008では、クラブで定位置を確保できていなかったこともあり、当落線上をさまよっていたが、最終的に、役部部はシチコフスキの離脱により追加招集で、 メンバー入りを果たした。同大会では、初戦のドイツ戦に途中出場こそしたものの、次戦に向けた、練習中に負傷したことで残り試合は欠場となっている。2011年7月29日に、2006年の KS クラーコビア戦での汚職関与により、ポーランドサッカー協会から、半年の出場停止が言い渡されたが、2011年9月21日に、 ピシチェクの控訴により処罰は解除されることが発表された。自国とウクライナとの共同開催となった UEFA ユーロ2012ではグループリーグ前3試合に出場し、初戦のギリシャ戦でクラブでの同僚ロベルト・レバンドフスキ、ブワシチコフスキと共に再三にわたって相手ゴールを脅かす良いパフォーマンスを見せたがチームは最終的に グループリーグ突破できずに敗退となった。2013年3月22日に 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のウクライナ戦で代表初得点を挙げ、4日後の同予選3マリの戦でも得点を挙げた。2019年11月19日にワルシャワで行われた UEFA ユーロ2020予選のスロベニア戦を最後に代表を引退した。 元サッカー選手で指導者のカジオミルジを父に持ち、長兄のマレックもサッカー選手である。時系のアダンもサッカー選手だったが怪我により引退している。2009年6月に結婚し、2011年3月3日には子供が誕生した。国際 A マッチ66試合3得点。ありがとうございます。